っかりね、あ、色ついてますね。はい、いただきます。これはね、美味しいっす。あの位置に置こうか悩みを。あ、分かりました。ちょっとじゃあ上行かせてもらって。はい、どうぞ、すぐ行きます。はい、はい、まあ、店来られるお客さんが、あ、はい、百均ショップ、うん、ホームセンターなんかで揃う燻製機で作ったらどうもうまくできないっていうお客さんが多くて、で、まあ、まあ、いろんなやり方があると思うんですけども、私なりのやり方でこううまくできればなと。で、それをやり方を紹介したら、皆さんができて、こう燻製への敷居が下がればいいなと思って、うん、今回、やることにしました。この、まあ、何がなくてもこの燻製用、燻製器ですね、はい、これ段ボール製でね、温燻専用って書いてますけど、まあ、あんまり熱いやつ、火を入れるやつはちょっと不可能です。冷燻、温燻に向けたね、はい、段ボールになる、まあ、これが一番手軽でね、まあ、それこそ100円なんでね、簡単に入手できるんで、これでまずは囲いたいと、箱にしたいと思います。で、はい、そうなりますと温泉、はい、温燻専用なんで、はい、ウッドチップですね、はこのウッドのタイプになります、はい、冷燻温燻にはね、特にこれ温度が上がりすぎないというか、火が あんまりつかないんで、まあまあやりやすいんじゃないかなと。今キャンプ用品とかのところに置いてあったね。うちが行った近くのダイソーは置いてあった。なんかセリアとかにもあるらしい。じゃあもうこのスモークウッドとかをまあ大体バーベキュー。あ、これはこのスモークウッドはこれホームセンター。あ、ホームセンター。で、チップもなんかこのウッドもダイソーで売れるらしいんだけど、うちが行ったとこにはなかった。食材の方になります。まあね、もうスモークといえばチーズ。あとはまあね、お好みなんですけど、かまぼこね、チーズかまぼこね、同じようにかまぼこもそうですね。かまぼこもね、安くて美味しい燻製ができるんでね、趣味でやる部分にはね、特にいいと思います。私好きです。はい。からあとこれウィンナーね。これもね、安いタイプ、燻製にするんでね、安いタイプが美味しくなればね、価値があるというかね、こう燻製する意味があるから、ね、高いやつやっても意味がない。一段だと食材が乗らなすぎて、ああなるほど。煙とのバランス、はい、要は煙の量に対してあまりにもこの網一枚じゃ食材が少ないけ、これを二段打つことによって、まあ、煙を取ってしまおうっていう、ことなんよ。で、ここもまあ今回ポイントにはなるとは思うんだけど。食材が少なすぎるかなというんで、私は2段にします。あ、なるほど。じゃあ追加でこう、切り込みを入れて。そうね、網が入る切り込みをもう入れちゃおうね。で、煙が逃げてくれるんじゃないかなと。おそらく失敗の理由もそこにあるのかなと。はい、あ、こうね、ここでちょっとこう、押さえ、ストッパーをつけたかったんで、はい、あ、いい感じになりましたね。あ、いいと思います。そうだね、これで先に食材を並べといて、はいはい、で、チップに火をつけて、乗っけて、あとはもうほっとくだけっていう工程だな。そして、開けすぎても開けなすぎてもいけないので、この辺がポイントというか。今のこの箱の大きさに対して、今は何本ぐらい入れてますか？なんか2、4、5、2、4、5、8、9本ずつぐらいかな、これやったらね。2段目に煙がね、こう、ある程度も上がってくれんといけんし、うん、そうかって隙間空きすぎると上の段が色が今度つきすぎちゃうんで、そうです、うん、そういう意味を含めてもこのぐらいの隙間が妥当なんじゃないかなと思います。ね、こうやって並べてね、こう、さあ、これがどうなるかなっていうのをね、ワクワクするのが燻製のいいところでね。
一回はね、こうやってみて、それで、燻製機のその中で、どこが一番色がついてとか、ここがつきにくいっていうのが、この箱の中にも出てくるんで、それ一回目でね、確認してやると。その、一本で約90本、3本入りって書いてる。これが市販、ホームセンターで売りおるやつなんだけど、これをみんな、一回ぐらいこの量だと。これ1個入れて一発火をつけて、で、よく皆さん失敗されるのが、もうそのまま蓋をして、これで90分ほったらかし。で、これはもう絶対失敗のもとですね。一箇所が焦げちゃいます。多分30分ぐらいでね、もう色ついちゃいます。1回目がついちゃうんで。で、90分なんで、はい、私は30分ごとに食材を回したいので、はい、うん、これを3分割にまずはします。木くずみたいなのが出ちゃいます。はい、もうアバウトですね。で、怪我しないようにね、はい。切り込み軽くですね、今入れたんで、もう力任せに、ってこう、ね、そんなにいらないです。これ、あれですね、もう皆さんは、もう1個で90分丸ごとっていうのを、そう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 。3分割して、また、そう。これで30分やから、はい、これ全部で90分。で、3、30分。ね、うん、これで、30分は燃えるわけやから、これを、こう乗っけて、まあ、ね、燻製機の中でこう煙らしたいと。ガストーチを使ってもいいですし、キャンプの時はよくこういうのを持っていきますからね。そうですね。火元ライターだとちょっとライターだとね、しんどいです。ある程度こうね、黒くなるまでね、こうまんべんなく火をつけます。で、こう火から離しても火がついてるぐらい、こんな感じですね。あ、だいぶいいですね。もうちょっといってもいいかな。これも感覚ですね。簡単ですね。これだけですね。はい、これであと30分タイマーを入れます。タイマー30分入れました。さあ、はい、これであとは30分ね、ゆっくりと、待ちたいと思います。はい、そうですね、もうスモークチーズはやっぱり3時間かけんと、うまいこといかないね。いっぺんにやりすぎて、その、1時間とかで中華鍋みたいなんで、かなり火に近いところでやる人もおるんだけども、表面だけ焦げて、で、中まで到達しないし、側が硬くなる焦げっぽい。まあ、それすぐ食べたらとてもじゃないけど、煙たくて食べられんやね。で、まあ、そういうところで悩んでる人もおるみたいなんで、まあ、そういうところが気になった人は、時間かけてやってみてください。なんていうんですかね、待ち時間もこうゆったり優雅な、そうそうそう、だからね、はい、もう好きな本をね、こうやって読んでね、タイマーが鳴るまではね、こういろんなね、本を紐解いたり、コーヒーを楽しんだりね、こうゆっくり煙をね、こうボサーっと見る、この時間っていうんかな、これも、うん、好きな時間の一つかな。うん、どうしてもバタバタしちゃうから ね、場所もこんだけあったらいいわけやし ね、もうたったこんだけのもんだから、そうですね、ね、はい、簡単にできるし、ね、家やったら換気扇の下でやっても、うん、全然ありだと思うし、それ食べた時にはね、こう本当にわーって魂が抜かれる感じがしますよね。いいですね。この煙こんだけ出たら、あ、やっぱ多い、煙多いかったかなって思うよな。今もうあと2分ですね。うん、今日全かなり来とるな。もう、うん、お、あ、なりましたね。はい、おーい。じゃあ結構、一回目が。なったんだけど、はいはい、ちょっと最初にも言ったけど、まだ煙が一杯上がってる。だから、はい、手加減がいい加減だったから、30分じゃ早いんで、うん、まあ基本的に3時間では終わるはずなんで、うん、もうこれでちょっと煙が消えるまで若干待ちます。まだこれ、3、4分はかかるかな。ね。さっき言うからね、約 3分ほど経ちました。追加3分ほどしました。煙がね、でんくなったんで、1回目のいぶしが終わりました。じゃあね、開けてみたいと思います。1回目どんな感じかな。あ、少し色ついてるね。当然ね、ウインナーなんかも、ね、ここね、ほら、ほら、ね、極端にね、色つきが違いますね。
いろんな並べ方していいと思います。はい、ね、あ、ちょっとね、焼けてないようだけど焼けとんでしょ。結構煙上がった。片方がちょっと甘かったね。まだ。ね、今度さっきよりね、こう3つになっちゃったけどね、要は、煙って塩とかと私よく言うね、塩を入れるのと一緒なんで、煙の量を全部欲しい。だから、もう3つ入れちゃいます。大丈夫です。はい、2編目が15分で煙がでんくなっちゃいましたね。さっきの計算から言うても、いい線だと思います。で、さっきが35分。ぐらいだったんで、35分40分ぐらいだったんで、それから計算してもちょうどいいぐらいかなと。やっぱり同じ量が出るんですね、ね、はい、しっかりついてきましたね。さっきとは全然違う、つき方になりました。あ、本当ですね、スイカマとか、いい感じですね。からもう一回先ほどの工程をあと2時間ってことですか。そうそう、これを繰り返、これの繰り返しにあります。さっきの6回目終了ということで、はい、はい、ね、あともうちょっとですかね。お、あ、なりました、なりました。はい、ついについに、完成、長いことご苦労様でございました。しっかりね、あ、色ついてますね。おー、だいぶこんがりとしたね。はい、あ、すごいですね。1回目と比べたらね、1回2回とね、やってきて、はい、ずっとやってきたらね、ここまでできれば完璧だと思います。でね、これを今度は、寝かせてね、はい、食べたいと思います。ね、これはね、あくまで燻製が終わっただけでね、食べるまでにはね、さっきもちょっと言ったけどね、時間かかりますんでね、はい、一晩寝かせた方がより美味しいということで、はい、もうそうですね。じゃあその寝かしたやつをね、明日食べてもらいますんで。香りが、もうあれですね、休日の楽しみみたいな感じですね。そう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 、休みの日にな、やって夜のおかずを作るねもう飲みした友達とやってもええし。はい、いただきます。うん。これはね、美味しいっす。美味しい、美味しいな、やっぱり。やっぱ美味しいな。うん。うん。うん、やっぱり。あ、うん。うん。やっぱり、これはね、美味しいっす。やっぱ燻製されることで、周りがスモーキーな感じになりますし、うん、鼻をくすぶる。行き過ぎてないよね、はい、うん、全然行き過ぎてない。だけどついてないわけじゃないでしょ。そうです ね、しっかり、うんうん、これもううちの製品レベルね。うん、うん、実際僕始まる前は、まあ、ホームセンターで100均で買えるグッズ、まあ、そこはもうやっぱりそこまでのレベルなんでしょって正直ちょっと思ってたんですけど、うん、これはありですね。ありでしょ。ありですね。絶対にあり。これはもう何ら遜色ないですよね。うん、そうですね。うん。
ウインナーもこちらですね、うん、香りが収まってますね。はい、ではウインナー、あ、うん、香りはうん、だいぶあれですけど、いただきます。あ、ビール欲しい。うん、うん、香りがふわっと、うん、あ、一気に、あ、ウインナーも美味しい。うん、うん、さっき言われてたこうスーパーでちょっとお安いウインナーがもう本当に燻製することで後から追っかけてくるね、うん、ウインナーは後からねこう追っかけてくる感じが、はい、燻製ならではですね。チーカマもね、定番といえば定番ね、はい、ね、ああこれもチーカマですね。うん、すいません、チーカマもいただきます。ああ、おいしい、うん、あ、これはもう香りが先にふわっとして、うん、あ、これもまたいいですね。うん、あ、かまぼこ切るの忘れとったけど、あ、まあいいか。食材に魔法がかかったような、はい、私もね、はい、食べるまでドキドキしましたね、はい、あんだけ言うてね、まともにできんかったらどうしようって思ったけど、はい、ね、自分でも、はい、あ、できるんだね、やっぱりね、理論通りだったというか、はい、思った通りのものができて、ちょっとホッとしてます。気になることがあったりしたらね、あのお店の方 で、 あ、そうですね、私別に、お教えしますので、ね、よかったらね、お店の方に来て聞いてください、はい、答えれる範囲が、私のね、知る範囲のことはね、お教えしますんで、ぜひね、お気軽に、はい、足を運んでみてください、はい、ということで、今日はプロの燻製屋さんが教える、はい、1000円で気軽にできる本格燻製、はいですね、ご自宅とかキャンプ場でうまくできたよっていうね、はい、ご報告待っております、お店の方で、はい、僕もぜひ家でやってみたいと思います。はい、ぜひやってみてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました、はい、それでは、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。